はい、ロシアの市民、国民はどうして今の状態を容認しているんですかということなんですけども、もうこれね、ロシアにもね、速稼塾の塾生さんがいらっしゃってて、言われてたんですけども、ロシア国内では、日本では考えられない、世界では考えられないような情報の統制がピシッとしてるっていうのが一つ前提としてあります。で、よく若者はね、いろんなインターネットを使って情報を取ってくるけども、それは全部フェイクなんだよと。仕組まれた陰謀論に若者は引っかかっちゃってるんだよっていうふうに、ロシア国家が放映してるんですよね。で、プーチンさんの圧倒的な影響力っていうのは何で起きてるかっていうと、特に40代以上の高齢者の方は、プーチンさん本当に救世主のように思ってるんですよね。なんでかっていうとね、1991年ロシアが崩壊して、各国がめちゃくちゃになっちゃった時にね、本当にこう、3355になった時に、プーチンさんが出てきて、で、ロシアっていう国をね、まとめ上げて、先進国の仲間入りに浮上させてくれたっていう風に思ってるんですよ。実際は、ロシアで取れた天然資源やガスや燃料がですね、中国の台頭によって、中国にものすごく高い値段で売れちゃったんですよ。中国が経済成長をこの20年、ぐーっとしてきたところで、エネルギーの仕入れ先に対してロシアがうってつけだったんで、ロシアのね、石油資源がもう売買ゲームで売れたんですよね。で、それによってプーチンさんが経済的にのし上がったんですけども、これプーチンさんじゃなくてもそうなっていたんですよ、中国のおかげで。で、そういうところをうまいことアナウンスして、私のおかげですっていうふうにプーチンさんが言うことに成功して、いろんなね、情報統制をすることに、うまくいったんですよね。その辺は情報機関ゲーペウーの出身だとプーチンさんの手腕のなせる技ですかね、 KGB ですね、当時ので。そういうことによってプーチンさんはみんなで平等な社会を作っていこうよっていう思想は出してるんですけども、自分だけはね、いくつもの豪邸に住んで裕福な暮らしを送ってるんですよ。つまりは社会主義経済っていうものを構築して、その下にいる人には貧困を押し付けて情報の統制をして、ちょっとでも疑うもんなら小学生でも逮捕して、そのまま悪い時は処刑にするみたいな感じで言論封殺をしてるんですよね。で、その上でプーチンさんはさっきお話したような感じでカリスマがありますから、情報統制とかプーチン侵攻がものすごく成功してるんですよ。で、海外に出た若者は海外からロシアを見ると、こんなことになってたんだ、全然違うじゃんみたいな感じで、まあ自分の親族とかに連絡するんですけども、そしたら親族はね、お父さんお母さんはね、あなたは若くて世間が分かんないから、プーチンさんに任しておけばいいのみたいな感じで聞く、取り付く島もないんですよ。で、今家庭内分断も起きていたりするみたいなんですよね。それこそお父さんお母さんが自分の息子を告発するみたいなことをね、あんたのためなのよとか言ってね、5年とか10年の服役に送り込むみたいなこともあるわけですよ。そんなの信じられますか、このぐらい。でも、私たちの国から見ている、いわゆる感覚や常識と、ロシアっていう国内で自分の国の大統領が神様みたいにね、自分たちの命や生活を救ってくれた、その救ってくれた救世主にもう反抗する自分の息子をすいませんみたいな気持ちでプーチンさんにね、見ているみたいな、この考え方っていうのはもう本当にね、家族よりもプーチンさんが大事っていうか、これなんかね、宗教にも近いんですけども、神様の言うことを聞くためなら私の子供の命は捧げますからみたいな、崇高さすら感じているっていう感覚があるようなんですよ。まあこれは一人の人の意見なんで何とも言えませんけども、やっぱりね、私たちが感じている感覚とか世界観とは全く違うもので、閉鎖された国は動いてると思った方がいいですね。はい、じゃあまとめますとね、プーチンさんの圧倒的な侵攻があることと、情報統制が本当に成功しているってこの2つがあります。ただしロシアの富裕層の方とか世界的な有名な貿易会社のね、役員とかはもう見えてますから、全部が。だからこれは後々ロシアを悪くするというふうな判断をして、やっぱり冷静なね、決断とか提言してますね。で、これはすでにね、プーチンさんは自分のメンツのためにもうやってるだけであってね、今までごまかし続けてたことがバレて、自分のカリスマが一気に叩き落とされることが怖くって、もう本当にその日暮らしでやってるような感じです。嘘に嘘を重ねて、で、側近といえども、今ね、なんか20年ぐらい仕えてきた側近もこの前ね、この1週間で粛清してしまったらしいですね。まあ、そうすることによって自分に弓を引くものを抹殺して、もう誰も
反撃できないようにしてるわけなんですよ。ただしですよ、ただしプーチンさんも自分の20年近くの側近がそういうふうにね自分に意見するようになってきたわけですから、もうね、誰が自分の命を狙ってこの時代を終わらせようとしてるのか、この戦争を終わらせようとしてるのかね、すごく警戒してて怖くて眠れないような状態だというふうに分析する人もいますね、うん、正しいことは分かりません、私には分かりませんけども、私の感覚で言うと今お話したようなことの方が信憑性があるかなと思いまして、プーチンさんが世界の救世主であって世界秩序を作り直してくれてるっていうふうには私の感覚からちょっと思えないですね。少なくとも御託を言う前に早くね兵を引いてくださいってこと、これが真っ先に思いますね。それしかないですね。1分1秒でも早く兵を引くことによって一人でも多くの方が助かり、今死にかけてる人が助かり、死ななくてもいい人が助かり、殺さなくてもいい人が殺さずに済むということでございます。いってらっしゃい。